こんにちは。タブーされている性の知識を大人に広める滝本一華です。今回のテーマは男性力のケア方法です。今日お話しする男性力というのは男らしい振る舞いやメンタルのお話ではなく、もうド直球の体のお話で、元気な活力がありたくましい状態のことです。三大男性機能である性欲、勃起力、精子力について、これらをケアするにはどうしたらいいかっていうお話と、最後に食生活に自信ないなって思っている方や、プロテインに目の超えたトレーニーの方にもおすすめの今までにない思考のプロテインをご紹介しようと思います。このチャンネルでは毎回大人に向けた日常に役立つ性知識を発信しておりますので、またの方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では早速、今日本人の3人に1人が三大男性機能の衰えを感じているという報告があります。これ3人に1人ってそんなにいるんだなのか、その程度なんだか、皆さんはどちらに感じましたか？これ私的にはちょっと少ないんじゃないかと思っていまして、世界各国でも男性に向けた性の調査が行われているんですけど、イタリア、フランス、中国、スペイン、ドイツ、アメリカ、イギリスなどなど、本当に多くの国で実に約 50% の方が ED、勃起不全に悩んでいて、かつ性欲減退やテストステロンの低下に関しても約 40% の方が悩んでいるという報告があります。世界では2人に1人ということになるので、日本より悩んでいる方が多いことになるんですけど、じゃあこれは日本人男性が世界の中で三大男性機能が優れているのかというと、残念ながらそういうわけではなく、実際は日本人の ED の有病率は 50% 以上という報告もあるので、そもそもこういった性のことについて悩みがあるというのはプライドが許さないとか、悩みとしてすら話せないから3人に1人という数になっているのではないかと思うんです。なので実際は言えずに悩んでいる方や、もっと言うと衰えてしまっている方も多いのではないかと思います。性の悩みを言えない環境については性への偏見やタブー視があるんですけど、特に男性は何でもエロの話だと思われてしまうっていう背景があると思うんですね。特に偏見の大きい三大男性機能についてなんですが、まず性欲、こちらは性的な満足を得るための肉体的な欲望ではあるんですが、種の保存にとって欠くべかざるものでもあり、不健康になると低下してしまうという生命力の証でもあります。次に勃起力は、陰茎に血液を送り込む力。勃起イコールいやらしいと思ってしまう人もいるかもしれないんですけど、血流がいい、下半身の筋肉が鍛えられている、自律神経が整っているなど、体の様子が現れる大事な健康のバロメーターです。最後に精子力、こちらはきちんと妊娠できる優秀な精子を生み出す力のことで、実はここ40年で男性の精子の数は半減していると報告されています。これらが元気な状態であることは恥ずかしいことでも何でもなく、人として男性としてとってもいいことなんです。男性力をケアするためには、食べる、動く、寝るが基本です。私たちの体は食べたものでできているので、いいものを食べるといい細胞が作られるし、悪いものを食べていると老化が進みやすくなってしまうので、やっぱり食事は最も大事なんですが、大事だと分かっていても、やっぱりなかなか忙しい生活の中では外食やコンビニなどで偏ってしまう方も多いですよね。そんな男性に向けて、以前コンビニで買えるテストステロンを上げる食品を複数回ご紹介してきたので、ぜひそちらを参考にしながらバランスのいい食事を心がけていただきたいんですけど、まあ、お付き合いがあったり忙しかったりで3食完璧にするのは難しいのもわかるんです。そんな方におすすめのアイテムが、医師監修のオムテックメンズウェルネスプロテインです。こちらは男性の体作りをサポートすることに特化したプロテインなんですが、こんなこと言ってしまうのは本当に失礼なんですけど、
こちらパッケージでものすごく損をしているプロテインなんです。もともと男性の妊活に着目したことから開発された男性のプレコンセプションケア。プレコンセプションケアというのは将来の妊娠や体の変化に備えて自分たちの健康に向き合うことのために作られた商品なので、女性がいる家に置いておいても馴染むような変なプレッシャーにならないようなデザインを意識されて作られているので、プロテインではなかなか見かけないおしゃれなデザインなんですね。女性としては彼氏の家にプロテインが置いてあるならこのデザインすごくいいんですよ。ただおしゃれすぎて買う方には成分の良さが全く伝わらないんじゃないかと思うんですね。失礼ながらこのメンズウェルネスプロテインの成分を視覚化したものを私滝本が書き起こしてみました。それがこちらです。ドンと男の無敵の体を作るプロテイン、アルギニンシトルリンアイマカパワーマックスみたいな、もうこの燃えたぎる感じ。この元のおしゃれなパッケージからは想像つかないくらい中身はまさに男性力ケアに特化した成分が揃っていて、含有成分がすごいんですよ。具体的にどんな成分になっているかというと、まずホエイでもカゼインでもなくエンド豆由来の P プロテインを 100% 使用しています。なのでホエイやカゼインだとアレルギーで飲めなかった方も飲めますし、アレルギー特定原材料28品目不使用なので様々なアレルギーの方に配慮されています。男性コンディションに特化した成分が17種類配合されていまして、これ男性覚えておいた方がいいんですけど、まず体作りには欠かせない必須ミネラルの亜鉛、赤血球の生産を助けるビタミンの葉酸、体内で一酸化窒素を作り出し免疫力をアップさせるアミノ酸のアルギニン、動脈硬化を緩和するアミノ酸のシトルリン、強い抗酸化作用を持つアスタキサンチン、そして年齢に負けない体作りをサポートする今話題の注目成分 NMN 配合で、その他にもマカカルニチン、高麗人参などの皆さんも聞いたことのある活力成分で有名なこれらの成分に加えてビタミン C、B1、B2、B6E などの各種ビタミンと、なおかつタンパク質も1食 10g 含有されています。冒頭にトレーニーの方にもおすすめと言ったんですけど、確かにこの筋トレ後に飲むにはタンパク質の含有量が物足りないって思う方もいるかもしれないんですけど、これだけの亜鉛やアルギニンなど この男性コンディションに特化した成分が入っていて、かつきちんとタンパク質も 10g 入っている商品ってなかなかないので、朝一の一杯をこちらに置き換えるというのもおすすめです。もし今プロテインを飲まれている方はぜひこちらの成分と見比べてほしいんですけど、ね、こっちは亜鉛などの含有成分が本当にしっかり入っているので飲みすぎは良くなくって1日1杯までにしてください。成分を見てみたら、もし1日2杯3杯と飲まれている方は、あ、1杯こっちにしてみてもいいなって思えると思います。肝心の中身はというと水か牛乳に溶かして飲むんですけど、水溶けもいいです。で、牛乳だと少しダマになることもあるんですけど、よく振れば全然気にならないし、味もあ、こんなに美味しくていいんだっていうぐらい美味しいです。味がチョコと抹茶の2種類あるんですけど、チョコは普通に美味しいチョコシェイクを飲んでるみたいですごく飲みやすいし、抹茶は青汁みたいな抹茶じゃなくって抹茶ラテを飲んでるみたいな甘めの優しい味です。どっちもね美味しいです。男性の体作りに特化したプロテインではあるんですけど、女性にとっても嬉しい成分がたくさん入っているので男女で共用してもいいと思います。そういう時にこのパッケージはすごくいいんですよね。それともう一つ、こちらも医師監修のオムテックスタンドアップドリンクもおすすめです。こちらは男性ホルモンブースターと呼ばれる希少な成分テストフェンが配合されていて、2週間継続摂取で勃起時の硬さ、性欲の頻度が改善したことが証明されている商品なんです。テストフェン以外にも亜鉛やシトルリンはもちろん、
マカ、ニンニク、スッポン、アカマムシをはじめとした27種の活力成分が配合されていて、まあ、これまたこのシンプルでおしゃれなデザインからはイメージがつかない成分が入っているんですけど、これは飲めばわかります。ものすごく炎が燃えたぎりそうな味がします。飲めばわかります。こちらはここぞっていう時に飲んでもいいですし、論文掲載されているので何飲もうか迷ったらこちらを飲んでおけば間違いないと思います。こういった商品は特に赤マムシって書かれているドリンクが冷蔵庫の中に並んでいたら見られたらちょっと恥ずかしいなって思う方でも、このデザインならもう美容ドリンクぐらいに思えるスタイリッシュさなので、まあ、堂々とストックしておけるのがすごくいいところだと思います。どちらも男性の体づくりのために特別な時じゃなくって日常的に取り入れてもらえたらいいなと思います。ただあくまで補助なので、これを飲んでいるからといって他は毎食ラーメンやファストフードを食べていても体は良くならないので、なるべくバランスのいい食生活を心がけつつ、サポートとしてこちらのオムテックメンズウェルネスプロテインやスタンドアップドリンクを取り入れてもらうのが一番いいと思います。女性の性の問題もそうなんですけど、男性の性の問題こそないがしろにされたり話題にしづらい環境があって、それに負けて、まあ、変な意地を張って体に不調を抱えるより、もう知って対策をして健康なまま生涯現役でいるのが一番いいので、こういったいいものはどんどん活用してください。お得なクーポンやあとキャンペーンをやっておりまして、詳細は概要欄に掲載してあるので、試してみたい方はぜひ概要欄をご覧ください。今回は以上です。この動画が良かったよと思った方は高評価チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。Don't tell me that changed, have you screaming my name, really all I beg. Sabotage life and all I beg. We can set a fire for the modern bed. Bring it right now.